じゃあここでからね相手じゃあその相手の本性をさつけ込んできてるのかどうかを見抜くために質問集がありりまます。す気になりますね。じゃあどういうふうに質問したらいいのかっていうとねまあちょっと踏み込んだ話かもしれないんだけどとか嫌だったら答えなくて OK って。 嫌だだっったら答えなくて、OK、だよってよこのクッション言葉ですね、前置きを置くことによってですね相手にまあ答えても答えなくてもどっちでもいいよっていうふうにですねえまあ選択してもらえるということですねただですね話をねこう掘り下げた時にあんまりやっぱ言ってくれない人は危ないですよね誠実な相手だったらさあそんなに自分のことが興味あるんだと思って歓迎してくれます誠実な人だったらね「ありがとう」を聞いてくれてと。 で嘘つきとか不誠実なな人にとっては面倒なだけですねそうやって踏み込んでいろいろ掘り下げられるのってそうですよね。うん、じまあ例えばねその前に自己解除をしましょうとね質問する前にねちょっと恥ずかしい話ですがね、えー、例えば男性やったら僕がね、えー、女性にするとしたらちょっと恥ずかしい話なんですけど前の彼女に浮気されて別れたんですよ。 これねね本にね出てくるんですよね、えー、でのその女性もね「あそうなんですか私も実は彼氏に浮気されて別れたんですよ」ね。なるかもしれないこれはこういうねちょっと言いにくいことを先に自分から話して、ね、相手の、ね、質問を引き出すこれはまあどんなテクニックでも使われることですねまずは自己開示をして他者の開示を求めるとじゃあ他者そういう関係になれた時にですね、えー、聞いていくこと。 ね、まあもし話したくなければさ無理に話さなくても大丈夫なんですけどなんかこんな話で楽しいしとっても素敵な人なのにななななんんんででででこれまで付き合っったた人とはさなんで結婚にならなかったんですかすいやまあなんかちょっとタイミングじゃなかったっていうかでまあその後もなかなかいいご縁がなくてこれね今のここねここね女性がねタイミングじゃなかったんですよ。 その後ななななかなかいいご縁がなくてこれ模範回答なんです、ね、どうして結婚に今まで、ね、そんなにいい素敵な人にならなかったんですかって聞いた時に相手を信用させる模範解答タイミングじゃなくてあのその後なかなかいいご縁がなくてこれも何回言うねんっていうことなんですけどこれ来たらあちょっと黄色信号ですよと。ね、これ模範解答なんです。これれよく言われますね じゃあそこから掘り下げていくんです、ね、あタイミングじゃなかったんですね解決法を、ね、もしそういうタイミングってどうやったらよかったんでしょうねいや逆にどうやったらよかったんでしょうね教えてほしいですじゃあタイミングってどんな状態になった時にいいんですか うってねここで女性が「うっ」て止まったら全然健康の,健康のこと考えてないこれ男性もそうですよ女性が男性にね「タイミングってどんな状態のことなんですか?」って聞いて「いやーどうやろ?」みたいなのさ全然本気じゃないです。ね。本気の人だったらね「いやまあこれなら結婚して子供ができてね一緒に育てていけるなって大丈夫?」と思った時が「タイミングですかね今はちょうど仕事もね」 落ち着いてまあ、金銭的にも蓄えもできてですね。今は本当にタイミングが合ってるから、いい人に巡り合いたいと思ってですね。こういう話聞いてくれて嬉しいですね。これ、本当にこうやって言ったらね。誠実な人ですよね。でもここからね。いやほんまに誠実な人やんって思ってたのにもかかわらずさね。交際したら変わる人いますよね。だから交際しました。じゃあその結婚が合いました。 ね、今がタイミングだって2人とも思ったんですね2人ともえ前の人に浮気されてそれも打ち明けてえ自分が知られたくない秘密も打ち明けて、ね、そんなもうすぐにでも結婚したい思うんですねそしたら男性はねもう結婚するんやったらさもう今もう,もう早く体の関係になっても問題ないよねとか言ったりさ女性もね これもね、よくね、もう詐欺のテクニックでも使われることですけどね、親の介護、親が介護中で親が病気だからさ、もうウエディングドレスの姿だけでも早く見せたいの。ウェディングドレスのその、だ,だからウエディングドレスのそのお金をね、ちょうだいみたいなさ、あるじゃないですか。こういう結婚を焦ってきたりですね、体の関係を焦ってくる。これ危ないですね。いや、だから分かってるって分かってますやんね 分かっっててますやんねね言ってくださいこの著者に、ね、思った人はさ「分かってますやん」っていう人が一番危ないから、ね、僕も思うもんさ「分かってるやんそんなんて」っ、ね、てああかんかん分かってるやんって思う人が一番危ないんですよって自分にもね言い聞かすんですね。騙されないと思ってる人が騙されますからそれが世の中なんです、ね、だから私の言うこと聞けへんの俺の言うこと聞かれへんのかみたいななんでそんなさ こうそんなんすんねんみたいなさこう早まってきてな逆ギレしてきたりもうじゃあもう別れるわみたいな言ってくるね逆ギレ系はねマジ危ないからもう危険人物です危険人物なんでもう自滅していくのを見ておきましょうと不誠実な人は自滅していきますとそうなんです嘘を嘘を塗り替えていけなくなるんですねもう不誠実な人は。 嘘に嘘に嘘を重ねてですね塗り替えていけなくなくるそしてもういっぱいいっぱいになってね自滅していきますと、うん、で逆にねその誠実すぎてというか相手のことを好きすぎて自滅していくパターンもありますよね。早く会いたいもう会いたくて震えてるみたいなねもう会いたくてたまらないよみたいなずっと考えてるみたいなさ男でもね女子でもいますじゃないですか今,今いるじゃないですか。 ね、まあまあまあありますよね、そういう出来愛して没頭していくね、それもねやっぱり抑えて、焦らない、追い詰めない、空回りしない、ゆっくりと育むです。これね素晴らしいですね。本当にそうですね。もう本当に男女関係ね、結婚関係だけじゃなくてですね、親子関係、人間関係でもですね言われてることです。焦らない、追い詰めない、ゆっくり。 育むです。成功だってそうって言われてますね。ねすぐにはうまくいかない。会社だってそう。すぐにはうまくいかない。育むんです。ずっと水をあげ続けるんです、ね。もしかしたらここで芽が出るかもしれない。思ってですね。えー、こう長い芽でですね、ゆっくり育んでいこうと思ってですね。えー、こうしっかりとね、クッション言葉ですね。踏み込んだ質問をするときはですね。えー、まあ 話したくなければ無理に話さなくてもいいんだけどってね、えー、どうなのっていうその歩み寄る姿勢が大切ということですえそして最後にですね、えー、お付き合いしてからまあ結婚してからもですね、えー、この著者もですね疑浮気のです、ね、疑いがある時はスルーせずに土直球で問い詰めるとねこの旦那さんもですねその元お客さん ホステス時代のお客さんだったんで、まあ、旦那さんもですね、えー、まあそういう夜のお店に結婚した後も行くことがあると、ね、でそれはもう,そのもう仕事のなんか接待とかだけで行ってっていう、えー、そういうルール決めてですね,ねでも接待で行っても LINE を交換しないとかねでねその他の女の子と LINE してたりほ、ねえー、男の女性がですね他の男の子と LINE してたりですね えそういうのを見た時にはですねもうすぐ言うとえ誰それえ好きなんですか浮気したんですかね、それは浮気ですかしっかりとイエスかノーでね二者択一ですねで、えー、聞くとね、もうめんどくさいじゃないですかってめんどくさいことなんです結婚とかお付き合いっていうのはですねう <laughs> もうねそのしっかりきちんとね答えるまで引き下がらないとそれがですね 本気度ですよと、ね、それなんか変になんかその思われるじゃないさっきゆっくり待とうとか焦らないって言ってたじゃないそれとこれとは別ですそのね相手がねそういう浮気をするような疑いがある時はっていうことですよねそういう時はねしっかり聞きましょうとそしてですねもしねまあ LINE してたぐらいだったらさまあまだいいじゃないですかまあちょっと LINE してた最低だねとかねもう最悪みたいな言わずにね 男性もです、ね、もう最低やな」みたいな言わずにね悲しいと傷ついてるそれを伝える悲しい私は傷ついてます伝えるとあくまでその行動を否定するということですね「最低だねあなた最低だね」人格否定せずにですね、えー、相手の取った行動を否定する悲しい傷ついてますという。 感情をですね表現してですねしっかりね、まあ、感情のね会話をしましょうということですね。今どういうふうに思っている、ね、浮気をしたらどういうふうに思っているそこも感情を伝えてですね、えー、その相手の感情を深掘りしていくことができれば、ね、本性を見抜けるのではないのでしょうかということです。ただその感情をコントロールして で心理学、脳科学の洗脳のテクニックを使ってきてる人はなかなか見抜くことができないんですそれには時間が必要なんです。 そして感情をどん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 深掘りしていくことが大切なんですというのがですね、えー、今回のですね本の内容ですね、えー、では今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたこれからもですねリクエストあれば、えー、教えていただけると嬉しいです、えー、皆さんの役に立つ本をですね要約していきますんで今後もよろしくお願いしますではまた次の動画でお会いしましょうチャンネル登録あのしてない方いればですねしていただけると嬉しいですありがとうございました